配信が高まってきました。サビンマシーンが倒されて今スタートです。いいスタートを切っていたのは15番のジェレミー・マクグラスか。マクグラスがホールショットを奪いました。マクグラスがホールショットを奪っています。前回初優勝のマクグラスがトップ、そしてそれに続いては1番のジェフ・スタントンか、そして24番のマイク・クレイグもいいポジションをゲットしています。ちょっとデーモン・ブラッドがまた出遅れたようです ね集団にいました。ゼッケン8番のデーモン・ブラッド賞です。トップがマクグラス、そして24番のクレイグ、ブライアン・スインク、そしてジェフ・スタントン、スインクとジェフ・スタントンがサイドバイサイド。ブライアン・スインクがスタントンの前に出ようというところです。サイドバイサイド、イン側にいる黄色いマシーンが19番ブライアン・スインク、接触走になっています。激しいバトルが1周目から見られています。ジェフ・スタントンも譲りません。ブライアン・スインクも譲りません。スインクがわずかに前に出た、わずかに前に出て3位で2周目に入っています。ブライアン・スインク、トップマクグラス、そして2番手に24番のマイク・クレイグ、3番手ブライアン・スインク、4番手ジェフ・スタントン、5番手が21番のスティーブン・アンソンというオーダーになっています。譲らなかったですね、はい、今かなり激しい3位争いバトルでしたね。やはりあのブライアン・スインクね、乗れてる証拠でしょうね。21歳、ミシガン州出身、180cm、82kg という19番をつけましたブライアン・スインクです。昨年は250はわずか4レースにスポット参戦しただけという19番のブライアン・スインク。そしてそのスインクの後ろ、過去3回シリーズチャンピオンに輝いているジェフ・スタントン。ブラッド賞なんですが現在8番手ですね。それから7番のガイ・クーパーなんですが現在12番手、1周目途中でちょっとエンジンストップしたようですね。そうですね、ポジションを下げています7番のガイ・クーパーです。さあこちらトップを走ります15番のジェレミー・マクグラス、22歳、カリフォルニア州出身。そして24番マイク・クレイグ、19番ブライアン・スインク、1番ジェフ・スタントンが4番手。こちらデーモン・ブラッド賞、そしてその前はジェフ・エビグ、ブラッド賞がエビグをかわしていきました。ポジションを1つアップして6番手に上がっています。ブラッド賞は現在6番手、5番手21番のスティーブ・ラムソン。マクラスは先行逃げ切りっていうタイプなんですよね、ええ、ですからデーモンも早めに前の方に、ね、出てこないと、はい、逃げられる可能性もありますよね、テレビマクグラスちょっとリアが触れましたけれども、ね、かなりコースコンディションも、ね、悪くなってきますからね、レースは4周目に入っています、まあ、ヒートレース、そしてセミファイナル、ラストチャンス、それからもちろん125のレースもあるわけですから ねだんだん路面の状態が悪くなっているわけですよね。19番ブライアン・スインク3番手、ジェフ・スタントン1番が4番手。好調と思われた鈴木勢なんですが、ブライアン・スインクはいいんですけれども、実績のあるライダーたちがちょっとそうです、ね、寂しいですね、ここまではね、ちょっと出遅れたみたいですね、ラロックもちょっと後ろですね、はい、ラロックは1周目終わったところで10番手、1つずつポジションアップしてきているようですが、まだ8番手のあたりを走行しているようです。ゼッケン5番のラロック、マタセビッチに至っては13番手あたりを走っているようですね。まあ予選ではね、はい、トップ取りましたけどね、あまりいいライディングしてなかったですね。レースは5周目に入っています。依然としてこのマクグラスがトップ、そして24番のマイク・クレイグが2番手、ブライアン・スインク3番手。さあスインクが随分クレイグを追い込んできましたね。そうですね、マイク・クレイグと3番手を走りますブライアン・スインクのディファレンス、ほとんどなくなってきています。さあブライアン・スインク並びかける、ほとんどサイドバイサイド、イン側から前に出たブライアン・スインク2番手に浮上です。2番手に浮上です、まあ、普通でしたらね、今競ってるところなんかはね、はい、まあ、走ってる方としては本当にもうぶつかるかっていうぐらいに接近してるんですよ、はい、まあそこでその気を取らずにね、はい、向かっていくっていうのが本当すごいですね。やはりこう先生のものなんでしょうかね、はい、あれだけ近づくと本当に
マシンのエンジンのなんていうんですかね、あったかさを感じちゃうぐらいの距離ですよ ね、 そうですね、まあ、こうやって見てますとね、はい、まあ、ちょっと距離があるなっていう感じに見えますけどね、もう走ってる方とかは本当接近してますからね、はい。さあ順位はご覧のようになっています。ブラッドショーが5位、そしてラロップ7位までポジションをアップしてきています。こちらトップを行きますマクグラス、順調に走っています。コンスタントに58秒台で走行しているようです、このマクグラス。ちょっと風の、ね、状態が心配されたんですけどね、逆にこう力が抜けていいんですかね、まあ、僕たちにもそういうのはあったこともあるんですけどね、はい、ものすごくこうリラックスして逆に側で、ね、レースもできるんですよね、まあ、自分の体調があまり良くないってことで、他のスポーツでもむしろ体調が良くない時の方がいい記録が出たりするなんてことを言いますよね。そうですね、やはりこう丁寧にね、はい、行くんじゃないですかね、レースは7周目に入っています。ロサンゼルスのオリンピックで金メダルを取った鉄棒の森末選手 10.00 を出しており38度の熱があったそうですからね。おっ、さあクレイグちょっとふらつきました。24番のマイク・クレイグ、その感激を縫って1番のジェフ・スタントンがポジションをアップしました。クレイグどうしましたかね。ちょっとこう目測を誤ったんですよね、スタントンが3番手、クレイグが4番手になっています。そして後方からクレイグを今度はデーモン・ブラッドショーが追い上げようという展開になっています。さあブラッドショーがすでにクレイグをかわしているようです。ブラッドショーが4番手に上がってきています。3番手がスタントン、4番手がブラッドショーです。5番手クレイグ、そしてその後ろを今チラッと映りました、ラロックが来ています。マイクラロックが来ています。一周ずつどんどん上がってますね、はい、ブラッドショーにせよラロックにせよ来るべき人が上がってきているという感じですね。そうですね、レースは8周目に入りました。あと来るべき人ガイクーパーなんですが、ちょっと転倒してしまったようでかなり後方ですね、順位確認できないぐらい後ろにいるようです。それからキドラウスキーなんですが現在9番手、そしてマタセビッチは11番手です。デーモン・ブラッドショーは現在4番手、3番手のジェフ・スタントンに襲いかかろうというところです。さあブラッドショー、スタントンのすぐ後ろまで迫りました。これから激しいバトルが見られそうです。これにラロックが、ね、加わってくると面白いですよね、はい、ラロックもすぐ後ろまで来ています。先ほどのビートを見てみようですね、3番手がスタントン、4番手がブラッドショー、そして5番手がラロッコ。レースは9周目に入っています。しかしこの第一人者が3人、トップ争いじゃなくて3番手争いというのもちょっと寂しい気がします ね、 そうですね。この前にマクグラス、そしてスウィンクというステップアップ組、さあ木旗が出ています。1台転倒している車があるようですがちょっと画面では捉えていません。スタントン、ブラッドショー、ラロッコ、3位、4位、5位の争いです。さあブラッドショーとスタントンの差が縮まってきました。こちらはトップを行きますマクグラス、一瞬だけ映りました。さあスタントンに迫っていくブラッドショーですが、スタントンもなかなか抜かせませんね。ラロッコもあれですね、ヒートの時にね、デーモンとちょっと当たってますよね、はい、あれのちょっとこう感情がね残っているとしたら結構面白いレースになるんじゃないですか。攻めにくいのか逆にこの野郎という気持ちが残っているのかそうですね。レースは10周目に入っています。ゼッケン1番が3番手走行中のジェフ・スタントン、ゼッケン8番が4番手のデーモン・ブラッドショー、そしてゼッケン5番がマイク・ラロッコ。ガロックのね、デーモンの後ろ、ステージのラインをね、様子研究してますよ、はい、さあ、ブラッドショーが並びかけた、サイドバイサイド、ジェフ・スタントンの前に出たデーモン・ブラッドショー、ブラッドショーが3番手、スタントンは4番手にポジションを下げてしまいました、ブラッドショーが3番手、スタントンが4番手、ガロックが5番手です、ブラッドショーがついに抜きましたね。そうですね、ブラッドショー今のところね、デーモンも感じがいいですね。はい、ヤクバンクを抜けフィニッシュジャンプ、レース11周目に入っています。そのブラッドショーの感じの良さというのはどのあたりに感じられますか。体がね、よく動いてますよね、はい、まあ、
柔らかくね動いてますからね、みんなでこう回っていけるんですよね。はい、さあご覧のようなゲームになっています。ラロックも先ほどからこう果敢に攻めてますからね、ひょっとするとスタントンやられそうですよ。はい、さあスタントンとラロックそのディファレンスだいぶ少なくなってきました。番手を走ります川崎マシーン、マイクラロット、その前が熱心1番のジェフスタントン、4番手。やはりあのスタントンはですね、デーモンに抜かれてもこう一気に気落ちしないですね。さすがにあのチャンピオンなんかに取ったのであって、自分のこうコントロールがね、しっかりしてますね。はい、さあ並びかけるサイドバイサイド、アウト側の分だけダメか。さあラインをクロスさせて、ダメですね。かなりを攻めたんですけどね。レースは12周目に入っています。しかしそのスタントンのしぶとさ、精神的なタフさ、そのあたりがやはりシリーズチャンピオン3回獲得に現れているんでしょうね。そうですね。ですからね、ラロックをその勝負するんであれば、勝負どころ本当決めないといけないですね。どこででもこう抜こうっていう気持ちでいますからね、はい、自分でミスをする可能性があるんですよ。ですから勝負どころをきちっとこう決めて、そこで勝負すべきだと思います。はい、またその差がかなり縮まってきています。しかしなかなか前に出ることはできません。マイクラロット、ジェフスタントン4番手、マイクラロットが5番手。ブラッドショーとこの2台の間はちょっと開き始めています。フィニッシュジャンプを終えてレース13周目に入りました。なかなか抜けそうで抜けないですね。そうですね、果敢に攻めてますね。はい、元奥さんがおっしゃる抜きどころを決めて攻めるべきだというラロックですが、今ちょっとラップ遅れに阻まれましたか。そうですね、差が広がりました。どこででも抜こうっていう風になると本当にミスが多くなるんですよね。4番手のジェフスタントンのゼッケン1、そして5番手のマイクラロックゼッケン5。ブライアン・スインクです、ゼッケン19、そして8番のデーモン・ブラッドショーが3番手、その後ろが4位争い、スタントンとマイク・ラロックです。ラロックなんですが、攻めて攻めて抜けませんね。そうですね、なんかこう見てますとね、スタントンよりかなんかデーモンを打ちきたいみたいな、そんな感じが見えますね。なるほど、レースは14周目に入っています。さあスタントンを攻め続けているラロック、一体どこで抜けるのか、それとも抜けないのか、また差が縮まってます。おっと、 ちょっと転倒しているライダーに巻き込まれました。スタントン、ラロックが前に出ています。鈴木のマシンがちょっと今横になってますね。そうですね、ありましたね。スタントンにとっては不運、ラロックにとってはいいアシストを押してもらったという感じになってます ね。さあ一方こちらはジェレミー・マクグラス、先ほどからねタイムが全然落ちてないですね。はい、58秒台でもコンスタントですよ。あ、なるほどね、ずっとスタートしてから58秒台でラップを重ねています、このマクグラス、見事なものですね。そうですね、まあ、走り見てても非常に柔らかく走ってますよね。はい、レース15周目、まあ、250にステップアップしてきてフル参戦1年目、とてもそうは思えない走りですね。125、ウエストでは91年、92年連続チャンピオンなんですが、もちろん125と250じゃ随分違うものでしょ。もう全然違いますよね。はい、まあ、重さ、パワーも もちろん違いますけど、はい、マシン のコーナーでの、ね、重さとか、非常に違うんですよね。125だと、まあ、125から25に乗り換えますとね、なんかこう戦車に乗ったようなね、そんなフィーリングを受けますよね。はい、でそんな中でこれだけ周回を重ねても同じラップタイムで走り続けることができる。そうですね、本当に後ろをこう気にしてないんでしょうね。もう自分の足に本当に徹してると思いますよ。はい、それはやっぱりその技術的な面と精神的な面と両方とも充実してないとなかなかできないことですね。そうですね、まあ、前半戦、まあ、初戦の方でですね、はい、腕上がりが自分で気になるということで、まあ、半分ぐらいしか持たないんだっていうふうに言ってましたよね。言ってましたね。その辺でそのかなりその、まあ、そこをね強くしようっていうのを努力してるんじゃないですかね。なるほどね。トップを行きますマクグラスです。そしてこちらラロックとスタントン、
前にいる8番がレイモン・ブラッドショーです。ブラッドショーが3番手、ナロックが4番手、そしてスタントンが5番手です。ご覧のような順位になっています。マクグラス、スウィンク、ブラッドショー、ラロックとスタントン、24番のクレイブが6番手、21番のラムソンが7番手です。スタントンちょっと前の2台から離れ始めましたね。そうですね、ちょっと気落ちしたんですかね、そしてこちらマクグラスなんですが、スイングのすぐ後ろまで来ています ね、 そうですね。レース17周目に入っています。残り4周を切りました。マクラス、タイム落ちてないんですけどね、ということはスインクがタイムを上げてきているということです ね、 ですね。やはり120時間の、ね、人間といいますかね、その辺で落ちた。さあスインク並びかけるサイドバイサイドまではいかないか。まだまだマクグラスが前です。スインクが攻めています。125のイーストとウエスト、東と西のそれぞれのチャンピオンですからね。この2人本当に2年連続やってますからね、同じようなことやってますからね、でもやはりこう前に見えたらね、気合い入りますよね、地元のラリーワードがラップオフになりました。こちらブライアン・スウィンク19番です。年齢も22歳と21歳、マクグラスが22歳、スウィンクが21歳、一つ違いです。さあスインクぴったりと後ろについている。レースは18周目に入りました。残り3周を切っています。今の周回マクグラスなんですが、ラップタイム60秒台ですね。ちょっと後ろからのこうプレッシャーに耐えきれなくなったんですかね。さあ、そんなところもあったんでしょうか。さあ前に出るか、スインクが並びかけている。しかしアウト側だ。どうだ、マクグラスが前です。スインク前に出ることができません。今度はインナーに入ったスインク、スインクが前に出た。一瞬だけだが、一瞬だけでした。ラインをクロスしてまたマクグラスが前に出ています。マクグラスがトップ、スインクが2番手。レース終盤に来て凄まじいバトルになっています。トップ2台、マクグラスとスインク。かなり激しいバトルになってますね。そうですね、ランスかなり気合入ってますね、まあ、同じようにマクラスも入ってますけどね、はい、レース19周目、マクラスがちょっとこう落ち着いてるかなっていうところもありますね。このトップにいて、落ち着きは 何なんだろうっていうふうに思いますけどね、はい、ここも乗れてるんですかね、普通あれだけね後ろからこう来られますとね、見られるのは普通なんですけどね、全然見られてないですね。やっぱり一勝した自信というものなんでしょうかね、それがね。そうですね、まあ、自分でその今まで抱えていたその、まあ、腕上がりというのも解消したという、はい、その自信もプラスされているんでしょうね、さあマクグラスがトップを走っています。そしてスペインクがすぐ後ろに来ています。こちらは3位争い、ブラッドショーとラロッコ。ラロッコ詰めましたね、ブラッドショーにピタリとついています。もうスタントンの姿見えなくなってしまいましたね。そうですね、3位4位の争いが激しくなっています。3位のレーモン・ブラッドショー、そして4位のマイク・ラロッコ、この前に2台います。さあファイナルラップになっています。周回遅れに入りましたね、スウィンクにとってはちょっと不運です。周回遅れが1台入りました。なんとか、まあ、パスしていった19番のブライアン・スウィンクなんですが、ちょっとマクグラスとの差が開いています。またここで1台周回遅れが前に出ています。15番のブライアン・スウィンク現在2番手追い上げています。こちら15番のジェレミー・マクグラストップ、ファイナルラップ。マタセビッチも周回遅れになっています。さあこちらラロッコなんですが、デーモンの前に出ていますね。ラロッコ3番手、ブラッドショーが4番手。ファイナルラップでラロッコがポジションアップ、3位に上がっています。こちらトップを行きますジェレミー・マクグラス、前回嬉しい初優勝を果たしていますが、2連勝ということになりそうです。ブライアン・スウィンクすぐ後ろまで来ていますが及びません。シングルハンドルチェッカーを受けましたジェレミー・マクグラス2連勝です。ブライアン・スウィンクはわずかに及ばず2位でチェッカーを受けています。これは嬉しいでしょうね、マクグラスにとっては、本当の、まあ、競り勝ったわけですからね、はい。そして3位でチェッカーを受けたのはゼッケン5番のマイク・ラロックでした。ブラッドショーが4番手、そしてスタントンが5番手です。
握手していますね。そうですね。ブライアン・スインクも本当今日は最高の走りでしたからね。